はい、皆さん、こんばんは。本日、いよいよですね、私のフラッグシップモデルであります、この TD-100、このモデルの第2弾のシリーズが、やっと到着いたしましたんで、これの音色とね、それともう一つ、今こちらにあります、これが TD-2B の、リミテッドバージョン、これは裏にサントスを使ってあります。こちらはココボロ。この2台、プラス、一番の定番モデルであります私の、こちら、これが TD-2B というやつですね。で、ちょっとここにね、バラの、柄を埋め込んでまして、これちょっとカスタムバージョンになりますけども、音色自体は通常の TD-2B と同じですんでね、この3台を使って、それぞれの、ローズウッドの音色、それと、サントスローズの音色、そしてこちらココボロの音色、この3台の音を皆さんにね、聞いていただこうと思って今日動画の方を開始いたしました。で、こちらのサントスバージョンね、 TD-2 のリミテッド、こちらお求めいただいたのが京都府の H さんの、ご了解を得まして、今日この動画を撮ることはね、できましたんで、これ撮影終わりましたらお届けいたしますんでね、よろしくお願いいたします。それではどうしようかな。皆さんまずココボロを聞きたいなと思うと思うんで、こちらから行ってみますね。で、唯一このモデルだけが、トップに、イングルマンスプルース、それを使ってます。で、あと、こちらの2台はトップには、定番のね、ホワイトスプルース、それを使ってあります。そこだけが唯一違うところですね。じゃあ、こちらの、トップ、イングルマン、それと、背面、ココボロ。まずこれの音色から鳴らしてみたいと思います。音色の特徴は後でちょっと私説明しますんでね、まずは聞いてみてください。お願いします。じゃあ、いつもの定番で E コードから始まって、いつもの曲というふうに言ってみますね。まず E から。ちょっとね、これ完成してまだ1ヶ月も経っていないやつで、まだちょっと音が硬いかな。これが TD-100 イングルマンスプルースとココボロのバージョンですね。じゃあ続いてこちら、トップはホワイトスプルース、背面にはサントスローズ、これを使ったバージョンの音色いきます。じゃあいきます。まず E から。独特な響きするんですね、これね。指が触ってしまいました。これがサントスローズの音色になります。それと、こちらがもう定番、ホワイトスプルースに背面が、ローズウッドですね。これのオール単板モデルになります。じゃあこちらもまずいいから。
はい。それじゃあ、皆さんがね、マイクで拾った音を YouTube で聞いてる音と、今実際にこの空間で聞いてる私が今聞いてる音とでは、微妙にこう差っていうのがあるんですね。ちょっと解説の方いきます。こちらの TD2B、こちらの、ローズウッドを使ったバージョン、やっぱりね音はにぎやかです。まあ、元気のいい、鳴りのいい音って言ったらいいのかな。これが、ローズの特徴のになりますね。ローズでインディアンローズですね。こちらがサントスローズ。こちらになると、音がね、こう、ぐっとこう、おとなしいというかね、大人の音色っていうの、落ち着いた感じの音色になりますね。これがサントスの特徴です。で、ココボロになると今度は、今のねサントスのみたいな音色にこうグッと落ち着いた音が、それにちょっと広域が増えた感じでドカーンと出るっていう、それがココボロですね。この今、3台とも、皆さんね今聞いてらしてものすごくこう聞き分け難しいと思うんですよ。でね、もう3台いずれもまだこの世に誕生して1ヶ月経っていません。まだもう湯気が出てくるような、新品ほやほやになります。でこれが、引き込むことによって一番こう音色が変わる要素を含まれてるって言うと、やっぱり、硬い素材のこのココボロかな。弾けば弾くほど音色に味が出てくるっていう、そういうものが期待できる、素材になってきます。まあこの中でね、よし俺これ行ってみようっていうのがあったならば、今私のこの動画の下のところにその、リンクを貼っておきます。私のブログの方の、そこのメッセージ欄から、皆さんのお名前と、メールアドレス、あと内容の方、できればあの携帯電話も書き込んでおいてもらうと、間違いないかと思います。それやっていただければ、私の方からお返事を差し上げますんで、よろしくお願いします。じゃあ皆さん自分はどれがいいかこの中から選んでみてください。よろしくお願いいたします。